この時間は、小山田智弘さんに、ワードプレスコンテンツのリニューアルと採用システムの選定についてというタイトルでお話をいただきます。東京文化財研究所の社内開発者として、文化財情報のデータベースを作成されている小山田さんですが、ここ最近でのワードプレスの変化とともに、システムリニューアルについてといろいろなことが重なっている中で、運用の課題などを含め、 技術選定など、どのようにお仕事を進められているのかをお話しいただきたいと思います。では、小山田さん、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました小山田と申します。どうぞよろしくお願いします。 あの先ほどのキービジュアルのところにもタイトルは書かれておりましたが、本日はワードプレスコンテンツのリニューアルと採用システムの選定についてというタイトルで発表いたします。 あの多くの大学や研究所で Web データベース、Web コンテンツを公開しておりますがあの、多くの場合、研究者個人やゼミ、あるいは研究室単位で開発や運用というものをされていることが多く、あの研究者の移動や退職でこうデータベースが宙に浮いてしまうということもよくあります。まあ、しかしあの、これらの情報というものはあの学術資料である、あるいは公共の情報であると考える、ね。 のであれば、URL まで含めてこう、無期限のこう期限を定めない継続あるいは公開っていうのものが実のところ暗黙の前提となってもおります。とはいえ、あの情報や URL が維持されるためには、やはりあのバックエンドが定期的に作り替えられる必要があります。<laughs> で、まあ、あの、本発表もそういった試行錯誤の中間報告となります。ちょっとまだあの、リニューアル自体が終わっていないっていうことと、あの、個別具体的なあの、事例報告などでちょっと申し訳ないところあるんですけども、お付き合いいただければなと思います。と発表内容の概略になります。簡単にこう、自己紹介をさせていただいて、その後でリニューアル対象のコンテンツを紹介いたします。 その後、運用上の問題に触れて、リニューアルの方針、それから、えっと、試案、試作と進んで、最後にまとめたいと思いますあ。あすみません、それであの最後に、まとめの後でこで、リニューアルにあたって、ウェブ全般の考え方であるとか、ちょっと技術的なところで参考になったショサイトっていうものを紹介して終わりたいと思います。 私が所属している東京文化財研究所なんですけれども、あの本発表では今後、その略称で当分県とさせていただきますが、すみません。JR 山手線の上杉谷駅が最寄り駅でございまして、東京国立博物館の裏手に立っております。1930年、このスライドでお示ししているあの黒田清機 画家の黒田世紀、あの、後半で有名な黒田世紀ですね。あの、彼の遺言と,あと遺産の一部を使って美術の研究所として設立されました。ま、ただ現在は、あの、お祭りなどの無形文化遺産や、えっと、修理材料、ま、あるいは、 保存環境そのもの、あの LED であるとか、そういったあの照明機材が美術品に与える影響、そういったこともあの研究対象としており、まあ、さらに海外の遺跡などの発掘調査も含めて行っておる文化財全般についての研究所として活動しています。なお、この黒田正規あの当文献の設立のきっかけとなった画家ですけれども、あの、鹿児島生まれで、えっと、 5歳の時におじさんでこう、死釈、明治の死釈の黒田清綱の養子になります。その後17歳で法律の勉強のためにフランスに留学するんですけれども、あの9年後に帰国したときにはこう画家になっていたっていう、なかなかこう、そうですね、不思議な経歴を持って、そのままこう法律、日本ではあのアカデミックに油絵を学んではいなかったんですけれども、その後フランスでこう、勉強して帰ってきて。 こういう絵を描くに至ったっていう、まあ不思議な方でございます。そうですね。黒田政権、あの、古半で有名なんですけど万が一こう、経歴を辿っていくと、なかなか、まあ、養子だったっていうところもあって、難しい経歴を持った人でもあります。で、そういった当分権で私はデータベースを作っておりますが、IT との関わり、ウェブとの関わりということで申し上げますと、2000年頃、 個人ウェブサイトを手打ちの HTML で始めたことがきっかけでしょうか。あのその後、アルバイトでウェブサイトの作成やこうファイルメーカーはですね、今でも使っておりますけれども、ファイルメーカーアプリの開発等を行うようになりまして、2013年ごろ、ワードプレスと関わるようになります。 ただ、ワードプレスにつきましては、ブログツールとしてではなくて、こう、MySQL のデータを公開するためのビューワーとして認識していました。こう、MySQL のデータっていうのを自由に表示できるなんてすごいっていう認識で、こう、まあ、ワードプレスをに関わるようになりまして、あのテーマも PHP で自作しておりました。うん。 そしてそのまま2014年にあの本日の主題でもあるワードプレスで作成したウェブコンテンツを公開し、現在まで10年程度運用を継続しております。なお私自身は広報担当というわけではありませんが、研究成果や調査データのウェブでの公開というところを職務としている関係で、データベースに限らずウェブサイト全般の構築と運用も担当しております。 えっと、2014年に作成したワードプレスのコンテンツと申し上げましたが、当文献では同じタイミングで2つのワードプレスを構築しており、現在まで両社の運用を継続しております。簡単に言いますと、あの、所蔵している資料のリストを公開している総合検索。えっと、当文献需要 JP アーカイブスっていうあれですけれども、 それともう一つ、まあ、のデジタル化した文化財の画像や、あの先ほどの黒田正規が残した日記など、コンテンツ自体を公開している研究資料データベースとなります。こちら、都文献 GOJP のマテリアルズという URL で公開しております。 まあの資料のリストと資料そのものという使い分けです。あの総合検索で黒田世紀検索しますと、あの黒田世紀の中央討論から出ているその日記、4冊組の日記の本がヒットします。で、あのマテリアル図の方で検索しますと、そちらの5000日分の黒田世紀の日記がそのまま、えー、とワードプレスの投稿として登録されております。 まず資料のリストを公開する当分検総合検索についてご説明いたします。例えば、浮世絵の葛飾北斎で検索すると、複数のデータベースに対して横断検索を行います。単純な表のレイアウトで1行1レコードなんですけれども、詳細をクリックすると、レイアウトの都合で一覧から漏れた全項目が表示されるというふうになっております。 であのそしてあの、学術系とか公共系のウェブサイト、データベースでよくある仕様なんですけれども、あの基本的にこう個別のレコードは個別の URL を持っておりません。ワードプレスの特徴としてあの、1レコードが1つの URL を持つということがあると思いますがあの、総合検索は検索対象のレコードをワードプレスには登録していないため、URL が発行されておりません。 では、何をワードプレスに登録しているのかと申しますと、検索画面と検索結果の画面を固定ページとして登録しております。固定ページ A に設置したフォームで検索しますと、検索結果を表示する固定ページ B に遷移します。 で固定ページ B ではの検索フォームから検索語を取得して、ここで SQL を組み立ててマリア d b に問い合わせを行います。で検索対象のデータは、こう、ワードプレスとは関係なく、独自に作成したテーブルにあらかじめ登録しておりますので、組み立てた SQL はこの独自のテーブルからデータを抽出します。SQL なんですけれども、基本的にはその前後曖昧検索でデータを取ってくるので、速度はそれほど速くはありません。 で取得したデータにつきましては、JQuery のデータテーブル数、こちらを使って表としてあの表示しております。ですので、あの現在、およそ177万件が登録されておりますあの、検索可能なデータベースなんですけれども、ワードプレスに登録しているのは原則としてこう、検索フォームが設置された固定ページ、それから検索結果を表示するための固定ページの2ページということになります。 まあただ、これがあのデータベースごとにこのペアがあって、さらにこう日 A でそれぞれの固定ページがありますので、合わせて百数十ページというところが固定ページとして登録されております。先ほどのスライドと あの、繰り返しにはなるんですけれども、あの、総合検索につきましては、検索対象データは、こう、ワードプレスには登録しておらず、マリア DB に独自に作成したテーブルに登録しております。従って、あの、データの追加や削除、削除といったデータの操作については、マリア DB を直接操作することで行っております。 ま、例えば、あの PH、phpmyadmin を使ったり、ま、あるいは、あの、サーバーに入ってコマンドで操作したりとしておりますが、ワードプレスを返さないで作業を行っております。ですので、ワードプレスの利用として、極めて限定的な利用方法と言えます。あの、こういった ワードプレスの利用方法につきましては、そもそも当分圏ではそのデータをファイルメーカーやエクセルといったワードプレスの外の別のアプリでこう研究者やプロジェクトごとに作っているという事情があります。まあ言ってみればその業務系と公開系とでシステムを分けておって、まあのデータの編集や操作については業務系のみで行い、まあ、公開系は公開に限定した機能で運用することで安全性などを担保しているということになります。 一方、コンテンツ自体を提供している研究資料データベースの方につきましては、カスタム投稿、カスタム分離、またカスタムフィールドの機能を素直に利用して、見た目上で複数のデータベースを実現しています。現在のところカスタム投稿で約10万件、カスタムフィールドで約106万件を利用しております。 で黒田正まあ先ほどから申し上げている黒田正輝の日記も、えー、と大体5000日分なんですけれども、こう素直に1886年5月21日の投稿として登録しております。であのただ、画像なんですけれども、画像ファイルにつきましては、ワードプレスのメディア機能は使わずに、こうサーバー上に FTP で直接アップロードした画像ファイルを IMG タグで表示させております。 あの、ワードプレスの本文部分に img タグを書いてしまうこともありますし、ま、あるいはあのカスタムフィールドに画像の URL を登録して、ま、それを表示させる場合っていうものもあります。ま、これなんですけれども、あの画像の枚数が多かったこと、あとそしてファイル名やそのフォルダの整理っていうものを自由に行いたかったので、ワードプレスのメディア機能は使えませんでした。 まあただ今となってみると、のそのために、こう、ワードプレスがデフォで持っている遅延の、遅延読み込みなどが適用されず、今となっては少々公開しているところでもありますま。とはいえ、こう、ファイルとデータの関連付けっていうのは、どのように管理しても、こう、管理からこぼれる部分があると申しますか、こう、結局ファイルの良さっていうのが、こう、例外を許容するところにあるので難しいなと思っています。 であの一時なんですけど、ファイルもこう文字列に変換してデータベースに登録して管理ができないかと検証したこともありますが、こう手間を考えるとあまり現実的ではありませんでした。まあ、あ JPEG や PDF のように独立性が高いといいますか、こうシステムとは関係なく存在できるほどにこう一般化した規格のファイルにつきましては、こう例えばこう組織の内外を問わずあのダウンロード。 であるとかでコピーでで増えていきますし、まあ、一方でそのコピーされたファイルっていうのが果たしてオリジナルと同一かどうかというところをいちいち確認することもできません、まあ、ただちょっとあの後ほど触れますけれどもあのウェブサイトにつきましても性的ファイル HTML ファイルで構築する良さっていうものは最近改めて評価されているところですしこうファイルかデータかていうのはなかなか一長一短だなっていうところがございます。 えっと、データの登録についてなんですけれどもこう先ほども触れましたがデータについては基本的にワードプレスの外で作成しております。これはあの2つのワードプレスのどちらも同様です。公文権の場合はあの研究対象の幅が広いためこう1つの業務系システムがあるわけではありません。 ま、それぞれの研究者が、えっと、エクセルやファイルメーカーでデータを作成し、ま、そこから公開するデータのみを抽出した上でワードプレスに登録しています。あの、こういった運用の煩わしさっていうのはもちろんあるんですけれども、例えばその文化財の所有者の個人情報であるとか、そういったあの配慮が必要な情報の流出っていうものをほぼ考えなくても良くなります。 あの、もちろん情報の改ざんっていうのは困るので、あの、セキュリティ対策っていうのは当然行っているんですけれども、あの、公開用のシステムや領域には公開してもいいデータ、情報のみが保存されているっていうのは、やはり管理上のわかりやすさっていうのは大変にあるかなと考えております。で、また、こういった運用の結果なんですけれども、 元データのファイルとワードプレスへの登録用のファイル、それからワードプレスというか、マリアデイビー上の登録レコードっていうふうに3箇所にデータが存在することになりますが、まあ、これはあの最低限のデータのバックアップっていうものをこう複数のアプリで動作確認をしながら取得し続けているということでもあります。うん でまあ、これであのさらにワードプレスの公開用サーバーがクラウドであればこう最低限のデータの遠隔地保存ということにもなるんですがよ、まあ、くも悪くも書内のオンプレミスでサーバーを運用しているので、まあ、今のところ遠隔地保存というところはできておりません。はい で、ちょっとここまでが、あの、まあ、前提といいますか、長い前振りになりましたが、えっ、ー、と、本題になります。まずは課題というところなんですけれども、あの使い分け、過去、統合というところで、こう、もともとは、あの、リストを検索するためのワードプレスと、コンテンツ自体を提供するためのワードプレスという住み分けで、こう、別途開発されたものだったんですけれども、ただ、あるとき、あの、リストを検索するための総合検索で、こう、コンテンツを提供するための研究資料 DB の情報がこう見れるようにな なりましてこれですね、右側総合検索の方で、総合検索の方ではこういった画像とかは出していなくて、資料の目録、例えばあの閲覧室、図書館にある本のリストなどを出していたんですけれども、ああやってみたら画像も表示できたっていうところでやってしまったっていうところなんですけれども。もちろんあの 総合検索はその先ほどから検索後から SQL を組み立てるためにワードプレスを利用していると申し上げましたしまあ SQL で検索できる DB であればまあどんな DB からでもデータを抽出することは難しくありませんでまたこうまあワードプレスの良さっていうところを考えますとあのマリア DB にデータが入っていさえすればまあそれがワードプレスのテーブルであろうがなかろうが こうデータをいつでも好きな場所に好きなタイミングで表示させることができるというのはやはり動的な CMS であるワードプレスの大きな特徴だというふうにも言えま,すまたちょっとあの図書館が代表的ですけれどもあの博物館図書館資料館などではこのところこう組織間のデータベースの相互検索相互運用の実現というものが大きな流れとしてあります。 ま、それを思うと、この総合検索と研究資料 DB の関係も、ま、総合検索の側からの総合運用の一つと、総合検索の一つと言えなくはありません。まあ、とはいえ、こう、同一組織内でそれをやってもあまり効果的ではありませんし、こう、よほどのヘビーユーザーでなければ、こう、ま、使い分けに混乱が生じてしまいます。ということで、ここからがリニューアルに向けた課題で、まず2つのワードプレスの使い分け、あるいは統合の可能性の問題です。 で次の課題なんですけれども、こちらはそのカスタム投稿、カスタム分類、カスタムフィールドで構築しました研究資料データベースの問題です。の個別ページの URL に関する問題です。で当分検のデータは WordPress ではなく別システムで作っているわけですけれども、まあ、ただ個別ページの URL には最初はポスト ID を使ってしまいました。で、あの、 したがって、こう、それぞれバラバラのアプリで、こう、作成されている元データに、こう、ワードプレスで生成されるポスト ID を紐付ける作業が発生してしまいます。で、例えばこちらのスライド、ちょっとごめんなさい、あの、表示が薄くなってしまったんですけれども、あの、民族学者の斎藤玉さんが作成された調査カードのデータベースなんですけれども、あの、0000、 0001 00番の調査カードですけれども、こちらにこう、ワードプレスが発行したポスタトい d の824906っていうものを紐付ける、手管理しなければなりません。 で、余談と言いますか、あの、後で本題になるんですけど、どうしてワードプレスなのに、あの、postid.html なんていう URL にしたのかと申しますと、こう、導入当時、まあ、10年前、やはりワードプレスなんで大丈夫なのかっていう声が上がりました。で、特にそれまで当分献であまりその、動的な ウェブサイト、コンテンツっていうものを持ってなかったものですから、こう内部的に相当な不安がありました。で、そこでこう、これ、ワードプレスじゃなくて、普通の HTML ですよみたいに、偽装するようなこう、はい、HTML を偽装するような UR l に設定したっていうところがあります。でまあ,あ、ワードプレス、あの10年運用している中で、いろいろ後悔はあるんですけど、この HTML の偽装っていうのは、結構後を引く後悔で、今でも。 押し切ればよかっったなととは思っているところですね、はい、でまた HTML でなくてもあのポスト ID の方につきましてあの個々の研究プロジェクトで作成した ID や管理番号の方を URL に利用すればあのそれでよかったんですけれども、まあ、あのポスト ID を利用したがためにこう管理項目が増えたという課題となりますあのこの辺りの運用フローっていうものを改めて確認しますと あのまずそれぞれの研究プロジェクトでデータが作成されます。この段階でえと管理番号や ID というものが作成される場合が多いですで。次に元データを公開用に成形しまあワードプレスにインポートします。でワードプレスでポスト ID が発行されるので発行されたポスト ID をエクスポートして元データの方に書き戻します。 ワードプレスからデータをエクスポートするときなんですけれども、まあ、ちょっといくつかプラグインは試したんですけれども、あのカ,スタムカスタム系のところを使っているのか、カスタム投稿を使っているか、どうもエクスポートが不安定な場合が多く、結局、PHP マイアドミンであるとか、マリア DB に直接アクセスして、まあ、データをエクスポートすることが多いです。 でこの一連の作業フローっていうのは公開データと元データを関連付けるために必要な作業です。まあ、ただ、元データに始まってそこからワードプレスに行くのであれば素直なんですけれども、元データに始まってワードプレスに到着してさらに元データに戻るとなると運用が複雑になりますし、何より管理しなければならない ID が一つ増えるというのは無駄とも言えます。 でこちらの画像は、当、えー、文献の旧職員の小高千之助の調査写真で、画像ファイルは、えー、ODK の18-090 JPEG というものなんですけれども、まあ、のこちらにこう先ほどの斎藤玉と同じく27095というポスト ID を合わせて管理する必要があります。ワードプレスは、あの ご存知のようにデフォルトでは投稿タイトルが URL に使われますし URL の変更は技術的には難しいことではありません。投稿タイトルそれぞれに、まあ、今からでもこうそれぞれのプロジェクトで利用されている、まあ、管理番号などを利用して QURL からのリダイレクトをかけることも可能です。まあ、とはいえ、うん。 URL が変わらずにいつまでもアクセスできることっていうものはあのデータベースの信頼性、まあ、ウェブサイトの信頼性というところでもあります。また、すでに当文献のウェブサイトを利用してこう、まあ、作成された文献や論文がありまして、参考文献としてまあ当文献の URL が掲載されている以上、これは安易に変更することはできません。 従いまして、仮に URL を変更するとしたら、すべての URL に対して変更先の案内表示を行うか、リダイレクトというものを永続的に行うことが必要となります。例えば、当分県も先日連携を開始しましたが、国の方で行っているデジタルアーカイブの連携サービスである JAPANSearch。 まこちらもあの実のところこ URL をジャパンサーチのシステムに登録するという URL による連携でありましてま,あますます URL の重要性というものはこう提供側としては増しているというところがありますあの個人としては URL を意識する機会というものは減っていると思われますが Web の世界をインフラとして捉えるならば URL の維持継続というものはますます重要になっているように考えられます 本題に戻りますと、ホスト ID というワードプレスのデータ管理で管理上の情報っていうものは把握するっていうことは、こう、データベースに直接アクセスしようとすると必須ではありますが、まあ逆にこれを表に出す必要があるのかどうか、まあ表に出す必要ではないと考えますので、まあ隠しておいた方が融通が効いたのかなというところでございます。 で細かな課題っていうのは他にもいくつかある、いくつもあるんですけれども、あの大きなところではこの2点というものを課題としてリニューアルを検討いたしました。そしてもちろん要件を整理するわけですが、こういきなりつまずくところが総合検索の URL は維持しながら、研究資料 DB の個別ページの URL も維持するという要件です。 あの、研究所としては総合検索っていうシステムを推しているんですけれども、ま、とはいえ、こう、実際の論文等で引用されるデータ、研究資料 DB という二重構造がどうしても付きまといいます。で、レスポンシブ対応につきましては、こう、Web アクセシビリティ対応の一環でございます。 でまたあの翻訳というところについても求められるところなんですけれども、専門用語の翻訳を待っていては、逆にいつまでも公開できないということになってしまうので、日本語を先行公開できるような仕組みというところも求められます。まずは単純にこう一つのシステムで作り直すことにしました。 まあ、URL につきましては、リダイレクト対応すれば目の前の問題の単純な解決はできるというところになります。で方向性を確認するための施策ですので、でまあ、作り直しが前提なので、どんなシステムで作ってもよかったんですけれども、まあ、あのワードプレスはやはりこう動く見本、とりあえず動くところまで持っていくというところが非常に素早くできるので、ワードプレスで施策をしております。 あの思えば2013年にワードプレスを始めた時も、その USB メモリの中でも動作するっていうような検証環境の構築の簡単さっていうのを、あの当分検でワードプレスを入れた決め手だったかなっていうふうに思います。で、この場合のテーマなんですけれども、あの画面遷移の確認ができれば良いといった程度のものでございます。 で、検証結果としましては、まあ、やはり単独のシステムは当たり前ですけど、分かりやすくて良いという当たり前の結論です。で、要検討の部分につきましては、これはワードプレスの問題か、こう、検証環境の問題か、こう、やはり170万件以上のレコードを登録するのに、こう、それなりの時間がかかって、まあ、ちょっと40万件ぐらい登録したところで検証は終わったというところでございます。 あのもちろん、一括登録に必要な作業時間というのは、例えば夜間にやるであるとか、まあ、あの利用者には関係のないところなので、まあ、あのフロント側の表示速度がこう我慢できる程度であれば良いという考え方もあると思います。まあ、とはいえ、データのエクスポートやインポート、まあ、あるいはバックアップやリストアといった作業がこう利用者に影響を与えない速度でこっそりできるのであれば、まあ、いざという時のトラブル対応も簡単ではあります。 あの本当にフロント側の速度っていうのはもちろんあのサービスの一環として重要なんですけれども一方で管理画面のようなバックエンド側の速度っていうのは速ければなんとかなってしまうトラブルっていうのも多いのではないでしょうか。 URL のリダイレクトにつきましてはこう、URL の変更というものが仮に1回でしたら、なんとかなるかなと思うんですけれども、やはりこう複数回発生する可能性というところを考えると当たり前ですが、可能な限り避けるべきという結論になります。 で、ちょっと本題とはそれるんですけれども、あのデジタルオブジェクトアイデンティファー、DOI っていうサービスがあって、あの、これはリダイレクト用の URL と実際の URL っていうものをペアで管理するサービスで、あの、ユーザーはこう、リダイレクト用の URL を常にブックマークして使うっていうことで実際の URL が変化したとしても、こう、まあ、常に目的のページやファイルを開けるっていうサービスなんですけれども、で、まあ、学術論文でよく使われるサービスで、こう、考え方としてはわかりやすいものです。 まあ、とはいえ、利用者がこうリダイレクト用の URL ではなくて、まあ、飛んだ先、実際の URL をこうブックマークしてしまったらちょっと意味がないものですし、まあ、結局、この2つのリダイレクト用の URL と、まあ、実際の URL を管理する手間っていうのはなくならないので、まあ、なかなかこう普及はしないのかなと思っております。 でここで改めてこう原則、まあ、に立ち返って考えてみますと、ワードプレスはコンテンツの作成支援、失礼しました、えー、と作成支援、言い換えればこう、エディターから管理、公開、検索というふうにさまざまな機能を持っています。 そして、当分権の2つのワードプレスにおいては、利用している機能の重複が発生しているため、こう使い分けが曖昧まいになっているのだと分析できます。でこれらの機能は当分権の利用状況で考えると、まあ、1と2のコンテンツの作成支援と管理については、研究プロジェクトごとに別システムで作っているので、ワードプレスの機能は使っておりません。で7、8、メディア管理と API によるデータ提供についても利用しておりません。 でえー、っと3、4、5、6、まあ、個別公開からマリア DB の操作、Twitter あたりについては、えーっと、対応するところでありますが、これを2つのワードプレスでこう同じデータに対して行っていたところに混乱がありました。また、えー、っと 3, 3の個別提供につきましてはこう、URL の設定について、運用上の負担が生じていました。 で、重複している機能を整理した結果、53を行うシステムと456を行うシステムに分離することができるのではないかと考えました。そして、えっと、コンテンツを個別に公開するだけであれば、まあ、動的である必要もないので、まあ、実はここは HTML ファイルでも良いのではないかと新しく検証を始めたところです。 でなお、この施策からオリジナルのテーマではなく、あの公式のディレクトリで公開されているテーマを使うようになりました。うん、あの使ってみたいテーマっていうのは、実のところ、公式以外でもいくつもあるんですけれども、まあ、あの公式で公開されていることっていうのを一つの縛りとして考えております。 えっと、というわけで、えっと、試作の第二弾になりますで。元々2つのワードプレスの役割はこう、リストの検索とコンテンツの提供という役割ですが、まあ、そもそも、えっと、当分権のコンテンツは本質的には動的である必要がありません。す、ま、で、あ、に出来上がっている情報というものをウェブに公開しているだけ。なので、ウェブ上で新しく何かを作っているわけではありません。 まそこでコンテンツ部を動的性的なファイルに置き換えてワードプレスを廃止するで、性的なファイルを検索するシステムとして、動的なシステムを採用すればよいという発想で施策を行いました。 ま、言ってみれば、あの、データ、すべてをデータで管理するのではなく、ファイルを組み合わせた運用というふうになります。で、まあ、ここで、あの、ずっと嫌だった postid.html っていうのが実際にこう、ファイルとして存在してしまうわけで、まあ、なかなか微妙な気持ちではあります。 でまあ、結局あの、ポスト ID.html、ポスト ID は残るわけなんですけれども、まあ、新しく追加する分については任意の ID やファイル名を使えば良いので、まあ、混在も許容しようかなというところです。であのこういったこう複数の規則が入り乱れても、ファイルに関してはこう他とかぶらないユニークなファイル名であれば問題はないので、まあ、実際の利用者が URL をあまり意識しなくなっている昨今では、 ま、実用上の問題はないのかなと考えております。試案2の運用イメージになります。ちょっとずれていて申し訳ありません。えっと、まず HTML ファイルを生成します。元データから。次に検索用のデータっていうものを前、マリアデイビに登録します。 で最後に、MariaDB に接続して、検索と一覧画面を生成するシステムとして、ワードプレスなり何らかの CMS を設置するというところになりますま。言ってみれば、クローラーで情報収集をしない検索エンジンを自前で実装するイメージになるでしょうか。大前提としまして URL が変更しない、あ,あるいはしたくないというところがあります。であれば、 永続性が求められる URL についてはファイル化してしまってシステムの影響を受けないようにしたというところになります。 で、ファイルかデータかっていうところで、こうシステムの選択肢が大きく変わるわけなんですけれども、あの、そもそも論としてファイルという存在は非常にこう独立性が高く、個性的 HTML で、まあ、サイトを構築すれば管理がいらない、というのはむしろこう管理が難しい、あるいはできないといった方が正しいような気もします。例えば、あの、気づかないうちにリンク切れが発生しているであるとか、その、 発生したリンク切れのファイルがいつの間にかこう使われていて消すこともできないとなると頭を抱えてしまいます。でまあ、あのこの点でいわゆるジャムスタックのサービスっていうのはこう、まあ、出来上がるものはファイルなんですけれどもこうファイルを意識させない、まあ、あるいは管理でクリーンショットはあの3000人ほどの美術関係者の略歴をファイルメーカーから HTML に書き出したものとなります。3000件でだいたい18分ぐらいかかりました。 でえー、と長々と時間を要しまして、ようやくの,あのシステムの選択の話になるんですけれども、こうファイルを組み合わせるとなった途端にこに、高機能なシステムを、なんか時々戻りますね。はいおはい。 えっと、ファイルを組み合わせるとなった途端に、こう、高機能なシステムは不要になって、こう、システム的には、こう、フォームから検索を受け取れる何かがあれば良い、という程度の、まあ、要件に整理できます。で、HTML ファイルの、また変わってますね。あ,あ、これでいいのか。で、HTML ファイルの書き出しにつきましては、こう、 まあ、いろんなやり方あると思います。あの、CSV ファイルから、こう、HTML ファイルを、えと、生成するようなフリーソフトなどもありますし、あります。しまあ、あの、それこそ今、話題といいますか、あの、ジャムスタックのサービスであるとかもいろいろありますし、あの、シフターもあります。まあ、ただ、今のところはこう、高等文献ではファイルメーカーをよく使っておりますので、ファイルメーカーからの書き出しで対応できないかなと考えております。 で先ほどあの約3000件の書き出しに18分かかったと申し上げましたが来年度中にこうサーバーのリプレイスを予定しているのでもう少し早くなるのかなと思っております。システムに関しましては先ほどからこうワードプレスで試作した画面を出しておりますがこう結局ワードプレスなのかというとまあワードプレスでも良いのかもというところでしょうか。 でブロックエディターにつきましては、ああそうですあの個別のページというものは、えーと、HTML ファイルで生成してしまうので、ブロックエディターは使わないことにはなるんですけれども、まあ、ただ、えー、と当文献の運用フローですと、ブログを書きながら装飾を考えるような作業フローというものがないので、まあ、使えるならば使いたいけれど、まあ、なければないでも大丈夫というところになります。 ただもちろん、あの、読みやすくて美しいスタイルシート、CSS っていうものは利用したいんですけれども、あの、性的なファイルにすることで、こう、システム由来のスタイルシートと、まあ、こちらが装飾として意図しているスタイルシートが混在しないっていうメリットもあるので、まあ、レイアウトやデザインを考える段階では使いたいけれども、本番ではこうなくても良いのかなと考えています。こちら、先ほどはちょっと歩け、えっと、 ですね、あの公式で公開されている RK でテーマ試作しましたがちょっとライトニングでも試作をしております。 そうですね。あの、公式以外のテーマでもとてもいいテーマもたくさんあって、まあ実際のところ公式のテーマを使えますと、そのプラグイン的な機能というものがテーマに絶対内包できないというところがあります。まあ、ただ運用している側からしますと、こう、まあ絶対使うような標準的な機能につきましては、プラグイン的な機能もテーマに書いてくれた方が安定するんじゃないのかなとも思うところでして、まあちょっといたしかゆしだなというところを感じております。 でここで改めてワードプレスについて考えてみますといろいろあると思いますが個人的にはこう機能を諦めずに済む CMS かなと思っております。まあ、例えばあの情報公開のしやすさであったり、まあ、あの表示速度といったパフォーマンスであったりあるいは複数人での編集機能であったりといった個々の機能につきましては、まあ、より適した CMS やサービスというものがあると思いますが こうワードプレスについては Web でできることでワードプレスにできないことはないと言いますか、結局、あの、動的にデータを操作するっていう大前提があること、ある限り、こう、できないことはないのかなっていうふうに考えております。で、また、あの、コードにもデータにも自由にアクセスができるというところは、こう、いざとなれば本当に、あの、どうにでもできるっていう安心感があります。 もちろんそれぞれの現場それぞれのコンテンツでここだけは特化した機能が欲しいというところもあると思いますのであのそういった場合はワードプレスで解決するよりもちょっとあの別な会場の発表でもあったんですけれども組み合わせといったものを考えてもよいのかなっていうふうにも思っておりますまあただ私のところではあの今のところ要件を整理しましたところワードプレスでも大丈夫というところになりましたし <laughs> まあやはりこう本当にその まあ全てのコード、全てのデータに対して自由にアクセスが可能というところを考えますと、やはりワードプレスとま性的な HTML ファイルの組み合わせでのリニューアルが良いのかなと思って進めているところでございます。で、まああの、ちょっとまだ、えっと、何とも外には出ていないんですけれども、来年度中に公開予定で作業しておりますので、時折ウェブサイトにお立ち寄りいただければ幸いです。 で私の,あのスライドを発表としては以上になるんですけれども、あのサイトリニューアルにあたって、これらのサイト、ページの考え方に大いに刺激を受けました。あの詳細に立ち入ることはしませんが、どの文章もあの特定の技術やサービスについて語りながら、情報をインターネットに公開するということについて考えさせられる文章だと思います。まあ、ちょっと今回はあの簡単にここだけ紹介させてだ いただければなと思うんですけれども、あの、一番上のこう、2015年のラスマス・マードフさんのインタビューで、こう、だけちょっと言及させてください。あの、どうせ大抵の場合、最初に試作した3つか4つっていうものは、ボツにすることになるんだからっていうふうに語っているんですね、インタビューの中で。 でこのインタビューは PHP についてのインタビューで Wordpress についてのものではないんですけれども、まあ、開発者としてはこう最低限そのアイデアが実現できるんだっていうふうに説得力を示すためのものをとにかく早く作る必要があるっていうふうに言っておりまして、まあ、このあたりは私が Wordpress に感じているこう動く見本を作るのはと,とにかく早いという特徴とまさに一致しているかなと思っております。でまあ、その結果、Wordpress でなくなる場合、 ということもある。まあ、あるいは PHP ではなくて他のものにしようかっていうなる場合があったとしても、まあ、それはこう、ワードプレスや PHP の価値を下げるものではないっていうふうに強く思う次第です。一方、こちらは、あの、技術的に参考にさせていただいたというか、問題解決に使ったページです。で、こちらもあの、インターネットに全部公開されているページなんですけれども、こういった場であの、紹介されることは前提にしてないと思いますので、 簡単にありがとうございました。っていうところだけ言っておきたいと思います。あの特にあのカテゴリーの投稿数が1000を超えたときに表示が崩れるっていうのは2013年の時もすごくはまった箇所でして10年ぶりの同じところではまったっていうところで懐かしいトラブルでごごござざいいままししたた以上ご清聴あありりががととうう小山田さんございました。 少しだけお時間がございまして、もし今日のセッションですね、お聞きいただきまして、この山田さんにぜひ聞いてみたいこと、ご質問などがある方は、えっ、ー、と、一問二問になるかと思いますが、少しお伺いするお時間が取れそうですけれども、ご質問がある方いらっしゃいますでしょうかいかがでしょうか もしなければまたですねこの後ですね交流会等もございますのでその際にぜひ個人的にお聞きいただいても大丈夫かと思いますはいよろしいでしょうかそれでは山田さんありがとうございました皆様改めて大きな拍手をお送りくださいありがとうございます